大塚洸平は、日本の政治家、経済学者。国民民主党所属の参議院議員、国民民主党代表代行、参議院国家基本政策委員長。早稲田大学客員教授、富士大科大学客員教授。内閣府副大臣、厚生労働副大臣、参議院参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長、民主党政策調査会長代理。 民主党参議院精神会長、民進党参議院政策審議会長、民進党代表、旧国民民主党共同代表、同党代表代行、参議院議員会長等を歴任した。名古屋市生まれ。名古屋市立田代小学校、名古屋市立城山中学校を経て、愛知県立朝日川岡高等学校に進学。高校時代は、バレーボール部のキャプテンを務めた。卒業後、 一年間の浪人を経て、早稲田大学政治経済学部経済学科に入学。1983年3月、早稲田大学卒業。同年4月、日本銀行入校。日本銀行では、窓口指導、市場調節、金融機関指導を行っていた、旧営業局に長く在籍した。在職中の2000年に、総大大学院社会科学研究科博士課程を、 終了し博士号を取得した。同年11月、知事も通じて、翌年の参議院議員選挙の候補者を探していた、民主党愛知県連から勧誘を受ける。決断する前に勧誘を受けたことが、新聞に載ってしまい、同年暮れに、日本銀行を退職することとなる。大塚が選ばれたことについては、保守新党代表の熊谷博士が後ろで糸を引いていたとも言われている。 最後の役職は政策委員会室調査役であった。2001年7月29日、第19回参議院議員通常選挙に愛知県選挙区から民主党公認で出馬し、初当選。2007年、再選。2009年9月16日、鳩山幸男内閣にて内閣府副大臣に就任。2011年1月18日、 菅直人と第二次改造内閣における内閣改造人事で厚生労働副大臣に就任。2013年3月17日、中根康弘衆議院議員が前年の衆院選惨敗の責任を取って民主党県連代表を辞任。同日、その後任として県連代表に就任。同年7月の参院選で参戦。2016年10月18日、 民進党次の内閣で財務・金融担当大臣に就任。2017年10月31日、第4代民進党代表に就任。2018年5月7日、国民民主党共同代表に就任。9月4日実施の国民民主党代表選挙には、出馬せず共同代表を退任し、同11日付で代表代行に就任。 2019年7月21日の参院選で4選、1 2020年9月3日、愛知県庁で記者会見し、立憲民主党と国民民主党が回答して設立する合流新党に参加しないと表明した。この時点では、玉木雄一郎らの文党側に加わるかどうかは明言せず、今後様々な話を聞いて、対応を決めると述べるにとどめた。 9月7日、新国民民主党に加わる国会議員の募集が締め切られ、大塚が同党に入党を届けたことが明らかとなった。9月15日に新国民民主党の設立大会が開かれ、代表代行に就任した。ありがとうございます。